こんにちは、韓国からの留学生派ジオンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ジオンさんに聞くシリーズ第5弾イエーイ。よろしくお願いします。お願いします。音響の仕事に興味を持ったことについてはね、はい、前回お聞きしたわけなんですけども、韓国でね勉強することもできたと思いますけど、はい、そうですね、日本で勉強しようと思ったきっかけというか理由はどんなことだったんですか？やっぱり自分は日本が大好きだったので、とりあえずそのたまごちにドハマった時に日本に行こう、日本に住もうって思ったんですね。でその中で音響の勉強がしたいっていう気持ちもあったので、うん、あ、じゃあ日本で音響の勉強しようってなって留学を決めました。なるほど、はい。じゃあその日本で学んで、はい、音響だけじゃなくて日本に住んで、そうです、日本の文化もそうです、ね、いろんなことも学びつつ、はい、それを今度は音響の仕事につなげていこう、はい、っていうことだったんですね。そうですね。わかりました。もうなんか嬉しいな。いい、いい、ありがとうございます。ではではまずは、はい、はい、ありがとうございました。감사합니다。